アルターは、スペインバレアレス諸島州のムニシピ、マヨルカ島北東部に位置する。公式名は、カタルーニャ5名のアルタ。アルターの海岸名称は、アラビア語で、庭園を意味する、ジャートンに由来する。青銅器時代にはすでに現在のアルター地区の郊外に人類が居住していた。バレアレス諸島の州都パルマデマヨルカから約60キロメートル、マヨルカ島の北東部に位置する。 自治体域の半分は産地であり、リーバン産地の中のアルター産海と呼ばれる。自治体の北側と西側は地中海に面しており、西側にはアルクーニア湾が広がっている。自治体の海岸町は2 5トルであり、その大半は開発の手が及んでいない。東ではカプダペーラと南ではソンサルベーラと自治体境を接している。19世紀まで、 この3自治体はアルタ半島地区として共通の地区だった。そのためカプダペーラの自治体域にはアルター洞窟と呼ばれる洞窟が存在する。南西ではサンデュレンス、ダスカルダサールやペトラと自治体域を接している。西ではサンタマルガリータの孫生ラダマリーナ地区と接している。アルターの自治体は以下の地区で構成されている。約600の3居人口がある。 毎週火曜日の朝には、アルター地区のクンケリドール広場で市場が開催される。アルターで見られる、シュロ類、リーバン半島自然公園自治体域には、標高561メートルのムレイ山や標高256メートルのデンミール山などがある。近年に、相次いだ森林火災の結果、リーバン山地の自然領域は不毛な土地となりつつある。岩がちなを持つ、 ファルチュ洞窟は、ミサゴやハヤブサの理想的な休息地となっている。自治体の北岸は野生のヤギの生息地でもある。山地には、トキワガシの小規模な森があり、石垣が築かれて、アーモンド、イチジク、イナゴ豆などが栽培されている。丘陵地には、オリーブの果樹園が卓越しており、急斜面に石垣を築いて植えられている。 自然植生としては大規模なヨシワラやシュロ類などが見られる。シュロ類を主原料として手芸品のカゴが製造されている。降水量が最小となる7月は平均8.8リットル平方メートルであり、最大となる10月は平均101.3リットル平方メートルである。1945年には年間224.3リットル。 平方メートルという最多降水記録を樹立した。2001年には、リエバン半島自然公園が設置された。この自然公園は1671.96ヘクタールの面積を持つ。アルター駅自治体の面積は139.79平方キロメートル。2015年の人口は7381人であり、人口密度は52.8人。 平方キロメートルである。2006年の統計では13.2%の890人が外国籍であり、最も多いのはドイツ国籍で3.9%の262人だった。1991年時点では136人の非式辞者がおり、1292人は教育を受けたことがなかった。この時点では1675人は、 初等学校を卒業しただけであり、中等学校を卒業していたのは1210人に過ぎなかった。カタルーニャ語のマヨルキ方言が話されている。アルターで作られたかイ細工ヨルカ等で最も古い工芸品の一つとして、アルター周辺地域で作られるかサ細工がある。考古学遺跡からも余まれたり折られた植物繊維が発見されている。 西地中海地域で使用される過去細工の主原料は強固で柔軟な葉を持つシュロ類である。このシュロ類は特にマナコールとアルターの間の地域に自生しており、今日ではアルター周辺の畑で人工的に栽培されている。カゴ、帽子、背負いカゴ、カバンなどが製造されている他に茎や葉を使用して砲器やロープも製造されている。ありがとうございます。